はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回は呪いの手紙プレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、手紙に込められた強力な呪いを払いながら手紙を読み進め朝を迎えましょうということで、呪いの手紙はちょっとまあ普通は読みたくない、まあ読まないと朝いけないらしいんで、早速プレイしていきたいと思います。はい、とどういうことなんだろうな。うわ、これだ。ちょっと小さめか。この手紙を読んでいるということは、私はもう死んでいるんだろう。手紙の呪いは想像以上だった。しかも数えきれないほど多く潜んでいる。やばいじゃん。読んだよ。うん。この呪いの手紙たちを外に出すわけにはいかない。ここで全て封印、かっこいい気させなければならない。そう思っていたのだが、この手たらくだ。すまないが、ここからはお前に託したい。私の一番弟子であるお前ならきっとやり遂げてくれるだろう。そう信じている。無理っす。やるっすか。じゃあ、はい、弟子やります。はい、この手紙は不幸の手紙です。受け取った人はこれと同じ手紙を4日以内に7人の人に送らなければあなたは不幸になります。多いな、4日、7人。たるー。やべ、いい気押さなかったからか、今。違う、そうか。呪いの手紙って分かったやつは封印しなきゃいけないってことか。今の普通の手紙だったもんね。これは普通の手紙だもんね。明らかに呪われてる手紙を封印していけってことかも。はい、これね、まず。はい、E。え ?E。ほんまできてるこれ。あ、なんかいけてるっぽい。あ、いつも見つけてくれてありがとう。いつも気にかけてくれてありがとう。いつも優しくしてくれてありがとう。いつも殴ってくれてありがとう。昨日も今日も殴ってくれてありがとう。明日も殴るの。うわ、呪われてます。これも封印と。あ、ピーブイブイブイってなったわ、なんか今。払ったってことか。はい、次行って。8月13日、1つ捨てた。なんか、なんだよ、これ。8月14日、2つ捨てた。8月15日、3つ捨てた。8月16日、4つ捨てた。8月17日、やっとゼロになった。なんだよこれ。何これ意味がわかんねえよ。これ意味がわかったら怖い手紙じゃん。大丈夫っしょこれ。あ、なんか大丈夫だったっぽい。なんか意味ありげに書いてたけど、大した何の重力もこもってない手紙。また住所を変えたよね。知ってるよ。今度は監視カメラがついてるマンションだね。5階の角部屋だね。さっき鍵をかけ忘れていたよ。代わりにかけておいたからね。安心してね。え、これどうなのこれ。ちょっと待って、これストーキングと呪い。まあ呪いかこれ。違うのかな。大丈夫、もう大丈夫なやつ。何、え、ちょ、誰、ストーカー。あなたが家のことを嫌いなのは分かってます。だけども仕方がないんです。あなたがどう思うかではないんです。私がどう思うかではありません。これはおじいちゃんやおばあちゃん、それよりももっと前の先祖から続いてる。はぁ、ちょっと待って、どういうことなの。どういう、ちょ、教えて、なんで。あー、なんか呪いの手紙の力によって恐ろしい体験が起きたりするらしい。そしたらすぐにいいキーを押せって書いてある。なるほど。その恐ろしいなんか異変みたいのにこう対応しながら手紙読んでいけってことか。オッケー、もう分かった。あ、あー、今あった。足がペタペタ。これそういうことか。これ、おい、これ異変系ゲームか。手紙と見せかけた。はいはいはい、まあまあ、なるほどね。あい、オーブ、こんななめんなよって。まあまあ、もう読んでたからね、もうね。これわかんないよ。これおじいちゃんおばあちゃん、それよりもそうだな。これさっきのやつだね。だから早く戻ってきてください。今ならまだ謝るだけで済みます。お母さんも一緒に謝ります。そうじゃないとあなたが殺されてしまう。でも何も起こってないよこれ。うん、ちょっとやばい手紙だけど。ベッド、洗面所、台所、部屋、お前、うるせえわ。まあ大丈夫っしょよこれ。うん、大丈夫か。あなたと手紙を交わして何年目になるのでしょうか。最初は絶えもない日常のやり取りだったのが、今では自分の心の内を話し合うほどの仲になりましたね。私はあなたに言いましたね、あなたが一生の友であると。でやべ、チラチラしながらやってたけどな。ちょっと待って、今の手紙のところまで行こう。あ、あー、なんか変な鏡が今わーってなったね。どうして一緒に死んでくれなかったっけ。そこまではなかなかむずいんじゃない。注目しつつ、ちょっと手紙読む前に、私のこと覚えていますか。
あなたと同じ学校に通っていた理科で久しぶりですね。私はあなたとこれからも不自由なく生きてもらうために天の衣を箱に入れ、なんとかの網で結び封をしてお祈りし、今日元に戻しました。楽しみです。何これ、ちょ怖っ。とと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 隣ラッパー、あんちゃの魂川越えて姉様の魂それをって実様の魂見つけた、おかの魂山越えて、音の魂それをってばあやの魂また会えた、あ嬉しい嬉しい嬉しい、みんな一緒だ一緒だ一緒だ、怖い、呪われてるけどですね。暗いけどへっちゃらだよ。あああああ、目が許さないよ。きっと君が来てくれるから、いつかまた一緒に遊ぼうね。いつまでも待っているよ。あの棺桶の中でね、死んでしまっているね。お前のせいだお前のせいだ。あ来たね、なんか左手の何、えスライム、全部お前のせいだ。はじめ社長、どうしてくれるんだどうしてくれるんだ、もう死ぬしかない死ぬしかない、お前のこと一生恨んでやる、やかましいな。これ読んで、カラスの鳴き声4つ、鏡の破片7つ、北に置いてねんねして端と端で渡し合い、お疲れさ。何それ、ちょっと待って、ちょっと異変気にしながら手紙もある程度のスピードで読み進めなきゃいけないのかも。もう限界で頭がおかしくなる。毎晩だ毎晩、頭の中で誰かが話しかけてくるんだ。親から譲り受けたあの箱のせいだ。もしも次に自分と会うことがあったら気をつけてほしい。本当に自分なのか自信がない。何の箱、何度も何度も何度も言ってるだろう。あーなんか左手なんか虫、なんか違う、虫じゃない、なんかあの自然が体から生えてきた。いい加減にしろ、なぜ真夜中に呼び出す、しかも複数人。このアパートは単身者向けだろ、勝手に誰か住まわせてるのか。次うるさくしたら大家に言うから覚悟しておき。満たしてないっすよ。突然ごめん、ずっと言おうと思ってたんだけど、どうしてあなたの首に赤い紐がぶら下がっているの。やっぱり変だよ。部屋に穴が、うわまたこれ、目針くらいしか通らない小さな穴。昨日は台所、今日は寝室、何より気味が悪いのはそこから髪が生えてきてること。怖っ、何のいたずら、気持ち悪いんだけど、怖すぎすら。明日気をつけて、後ろ危ない、でも振り向かないで危ないから、絶対ね、約束だよ、やるなって言われるとね。君の寝顔、いつも綺麗、寝ている時の顔とっても綺麗よ、いつも見ているよ、すごく近くで、うわキモいな。てか雨降ってんのこれ、入ってきてる。おお、何何何何の異常、アンロリケアンロリケ、クゾ無ゾ死ね、おい最後やば、はっきり言う、その呪文だけにしとけよ。私は、わあ火の玉、私は今から自殺します、すべてあなたのせいです。なんでよ、なぜ黙っていてくれなかったのですか。ほんの些細なことだったのに、小さなシミを声高に指摘して、一体何がしたいのですか。気づいた自分を褒めてほしいんですか。関係ないじゃないですか、あなたには。何の話何の話、シミぐらいならね、そんなも確かに指摘して、それでそんな、やめて顔、助けてください、ずっと変な夢を見るんです。指が全部取れる夢、いやだ、枕が真っ赤に染まる夢、昨日は足が消えて動けなくなる夢を見ました。現実になりませんよね、助けてください先生。先生俺、おい急に、無理無理、やっぱり間違ってなかったよ。新聞社に問い合わせたから間違いない、あの時崖から落ちた女性だった、足を滑らして落ちたんだろうと言ってたよ。分かってる、誰にも言わない、俺たちのせいで崖から落ちたんだってことは。なんだおい、でも昨日からおかしいんだよ、何か引きずるような音が部屋中から聞こえてくるんだよ。怖い、助けてくれ、もう取り返しつかないって。おばあちゃんがあげた、なんか人形増えた、おばあちゃんがあげたお守りはまだ持っていますか。ちゃんと肌身離さず持っていてくださいね。おばあちゃんが頑張って作ったお守りなんですから、どんな時でも絶対に離さないでくださいね。そう神様と約束したんですから。なんか逆に持っていたくないね、そんなに念をされると。見ちゃった見ちゃった、神様のお顔よかったね、真っ黒お顔と真っ赤なお目目、うん、化け物だ。にっこり笑ってとつとつ寄って、耳の近くでささやくよ、さようなら、うん、終わってる、うん、悪霊です。どこに逃げても、はいはい、火の玉、どこに逃げても無駄だ、一生呪ってやる、今更謝っても遅い、地獄で後悔しろ。じゃあ謝りません。寝るときにやってみてください。うわぁ！何今の？目を閉じます。両腕を体の横に置きます。意識を体の下に集中させます。そして耳に意識を集中させます。何が聞こえましたか？何も聞こえません。やっぱり返してこようと思う。廃村とはいえ、そこの神社から仏像を盗むのはさすがに後ろめたい気持ちになってきた。いや、それバカすぎでしょ。それになんだかこの仏像、気味が悪いんだ。どんなに拭いても赤いシミが取れない。まるで血みたいにこびりついている。
本当にあの村って何も起きてないよね。てか持ってくんねん。殺す殺す。ああもう直接的。ああもうああもうやっちゃったね。今回はお別れを言うために手紙を書きました。今までたくさんの手紙を送ってすいませんでした、もう送りませんので安心してください。だってもう必要ないから。これ言っちゃってるね。これあなたがこの手紙を読んでるということはもう死んでいるのでしょう。さっきも最初の方にあったのこのね。この手紙を残した理由は2つあります。しっかりと読んでください。まず1つ、私は殺されました。はい。そしてもう1つ、犯人はお父さんです。逃げて。うわ、やばすぎ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 、怖すぎ怖すぎ。何回も連絡をくれてありがとう。でもやっぱり納得できない。どうして弟が殺されなければならなかったのか。思いやりがあって優しくて気遣いができるいい男だった。なのにどうして。こんなのおかしい。絶対に復讐してやる。いや、そう、まあそう、そうなっちゃうか。あ、ろうそくの火消えたね。これ似てるよ。この手紙を見つけたあなた、あなたは幸運の持ち主です。次に書かれる言葉を心の中で唱えてください。アンロリケアンロリケクゾムゾー。しっかり唱えてくれましたか。助けてくれてありがとう。言わされる感じのね、呪いの言葉を。おめでとうございます。あなたは選ばれました。これからは苦痛から解き放たれるでしょう。すべてのね。おいおい、死ぬってこと。やめとけやめとけ。さっき呪われたからちょうどいいか。また会った。これで今日を含めて40個目だ。行く先々に置かれている赤い紙、いたずらじゃないと思う。それ冥婚のやつじゃん。見張られてる。一体誰に。わかんない。出ちゃったらダメだね。もうわかんないね。それは体が勝手に動くんです。あ、倒れたね。自分が知らないうちに料理したり掃除したり買い物に行ったり。この前は包丁で魚をさばいていたんです。怖いです。いつか自分を殺すんじゃないかって。あれ、なんでこんな手紙書いてるんだろう。怖い怖い。それすらも気づいてなかった。お母さん後ろ。うわ、シンプルな怖いです。おい、スライムやめろ。水の音が聞こえるんです。ピチャピチャピチャって。でもそれはおかしいんです。全部の蛇口は閉まってるし水も止めてあります。水なんて出ないんです。じゃあこの音は何ですか。やだー。耳舐められてる。えらいえらい、生きててえらい、ありがとうございます。でもちょっとうざいからそろそろしくれー。何言うとるだこれ。きなりそんな暴言吐くかい。普通雨降れ降れいっぱい雨降れ降れ母さんがみたいなじゃないんだ。いや、いっぱい降れ。昨日も今日もずっと降らない。どうしたものかと参っている。お米とお芋を捧げても全く降らない。全然降らない。ある時和尚がひらめいて真っ赤のお肉を捧げたら雨がどんどん降ってきた。隣のあんちゃんどこ行った。うわ、人柱的なあれだ。お狐様お狐様こんばんは。お願い事を聞いてください。お母さんを殺してください。最悪。お父さんを殺してください。お兄さんを殺してください。全部全部殺してください。やばいやばい。何でも捧げますからお願いします。恨みがこもりすぎている。いかんいかんいかん。こんにちは、はじめまして。突然の手紙、申し訳ありません。以前その部屋に住んでいたものです。きっとあなたも困ってると思い手紙を書かせていただきました。最近体調が優れませんよね。寝ても疲れが取れない。まるで、体が緊張しているような感覚。それ全部部屋のせいです。正確には幽霊です。最悪の告白。クローゼットがありますよね。その床の下、開けます開けます。原因はそれです。見ない方がいいと思います。できるだけ早くそこから逃げてください。私みたいになる前には。いい人じゃん。ありがとうございます。もう大丈夫だよ。君の探していたおばあさんはあれから来ていない。諦めたんじゃないかな。だから家に帰っておいで。電話に出なかったりメールを返信してなかったのは忙しかったせいだよ。なんでもないよ、怖くないよ、早く帰っておいで。これがおばさんじゃん。連絡してきてみます、絶対これ。何回も何回もすいません。やはり頼れるのがあなたしかいないようです。どうか一度だけ先生に会ってください。僕にね、お願いします。お金の要求もしません。危害も加えたりしません。ただ一緒に先生のお話を聞いてくれるだけで。俺の話、いいんです。推し活、うん、それだけで変わるんです。どうかお願いします。ちょっとなんかそこまでは、まあ、ちょっと怖いな。そこまで言われてもちょっと怖いな俺も。かごめかごめ、かごの中の鳥は、いついつ、である、夜明けの晩に、鶴と亀が、すべた、後ろの正面、見て見て、見ない見ない、はい、見つけた、はい、見つけないでくださいね、はい、やめてください。
ああもうダメだってさ、呪いだってさ、ただの仏像だと思っていたのに、あの仏像、あの廃墟から持ってきたやつ、それを壊しただけなのに、あ、壊してるよこいつ、ダメだ、どうしてこうなっちゃったのかな、壊したからだよバカ、死にたくない死にたくないよ、助けて、もうダメだよお前、うん、もう無理無理、うん、そんなことしてるやつ助かりません、逃げるな、うん、黙れ逃げてねえわ逃げてねえわ、うわやったーさだー、はい、そんだけで呪いの手紙無事クリアすることができました。下の手紙をちゃんと読みつつのこう前を見てね、異変がなんか起きてるんじゃないかみたいな、ラジオやってるからかチラチラこう見つつ、なんかいけましたね。皆さんも手紙をしっかり読みつつ異変に気づけるか、ぜひトライしてみてください。ありがとうございました。